はい、どうも、競馬部です。明日ですね、11月の26日、ジャパンカップ。今回あれですね、コラボ対決で最終予想、競馬部の最終予想を発表します。ジャパンカップ。3連複1点勝負、その3頭は、2番のレイデオロ、2番のレイデオロ、そして11番のマカヒキ、そして12番の、サトノクラウン、2番のレイデオロ、11番のマカヒキで12番のサトノクラウンですね。うちを競馬部位の方の、3連複の3頭1点買いはこの3頭します。211-12にします。まあこの予想がいいなと思ったら、いいねボタンを押してくれれば、この予想乗るっていう人もいいねボタンを押してもらえれば、ありがたいです。最終的にはね、また結果の動画出したり、コメントをしたり方したりするので、またよろしくお願いします。で、他の人のチャンネルもね、もう多分予想動画というか買い目動画上がってると思うんで、そちらの方も僕の説明欄の方から行けるんで、まだそちらの方も見てもらえれば面白いんじゃないかなと。まあ今回ちょっとね、その買い目の方なんですけど、詳しくはこの動画では言うてないんですけど、もう一個ジャパンカップの買い目動画の方で僕上げるんで、そちらの方で理由も話すんで、そちらの方もまた見てもらえればということなんで、この今回、コラボ企画の予想、僕はこの3頭に1点勝負いきます。お前みんな、チャンネル登録といいねボタンよろしくな。